研修医。我々平成世代が日本に希望が持てず子供を持つ気になれない理由、に賛否両論の声。内容はこちら。研修医の日本に希望が持てない理由に賛否両論の声が起きているようです。では、内容を見てみましょう。メロン、研修医。我々平成世代は、生まれてからずっとうっすら不景気。日本が没落していくのを肌感覚で感じる。SNS で結婚の末路を見れる。結婚しなくても異性と遊べる。年収1000万でも家庭持ったら遊べない。以上より、日本に希望なんか持ってないし、子供なんか持つ気になれないんだよな。三代目社長のカバン。ゆとりと言われ続ける。一人で三人の老人を経済支援する未来。これから令和に押される、も追加お願いします。確かに今の日本、若い世代への負担は過去最大ですからね。わからなくもないです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。教育費、マジでシャレにならないです。うち、子供3人いて、2人が中学から私立なんですが、大学卒業までで、学費1人1500万はかかります。塾代込みです、泣き。追加で、私が結婚したいなぁという婚活の時期には、コロナになって大変だし。異性からの要求ハードルが高いも追加ですね。お金があれば多少改善できるけど、自分のことで精一杯です。俺たち、希望を抱いて生きられないのかよ。便利な時代でもありますが、息苦しい時代でもありますよね。次はこちら。負の側面もあるけど、なんだかんだいい時代だと思うけどな。結婚したくない、子供持ちたくないわかって。世の中のせいにするな。家庭を持っても遊ぶかどうかは、所得ではなく、金銭の問題だと思います。ホリエモン、終わってるのはお前。ホリエモン、めっちゃ言いそうですね。次はこちら。子供いると、そのもやっとした閉塞感がなくなりますよ。おは減りますよ。子供を持ってみないことにはわからない感覚ですが。すまん。思いっきり、娘授かってエンジョイしとる。でも子供いたら楽しいよ。独り身で病気、認知症になったら悲惨だよ。子供を持てば、いいことも悪いことも含め、いろんな意味で人生は変わりますからね。最後はこちら。でも選挙いかんやん。これが答えかもしれません。若者は選挙に行きましょう。結論。若者が今の日本に希望が持てない気持ち、なんとなくわかります。少子高齢化社会により若者への負担がかなり大きく、かつコロナ禍により様々なことが制限されている上に、SNS では誹謗中傷が飛び交う息苦しさもある。しかし、日本を担うのは若者です。そのような息苦しい日本を変えるのも若者の力あってこそだと思います。日本を変えるためにも、まずは選挙に行きましょう。話はそこからです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。